はい、どうも、こんにちは。本当はタイトル画面からやりたかったんだけど、なんか勝手に進んじゃってたから、まあ、こっから始めるんだけど、今回はね、このデトロイト、ビカムなんだっけ、ビカム、ちょっと待って、ビカムヒューマンなんだっけ、をね、やっていこうかなと思います。で、なんでね、これやろうかなと思ったのは、あれ？もともとこれ発売日はさ、結構、昔っていうかさ、画面を調節してください。ああ、どうも、こんにちは。え、まあ、その、白のアイコンがかすかに見えるくらい調整。これ限界なんだ。タイトル画面で喋りたかったな。ちょっと待ってくれ。かすかに見える。かすかに見えるってどれぐらい？これぐらい？これぐらいか？これぐらいにしようか。いや、本当はね、もうやばい。これ、くすぐだってるわ。ごめん、もう進めるわ。はい。それではプロフィールを選びましょう。はい。操作が複雑になるが、没入感高いモード、難易度も高く、失敗をすればキャラクターが死亡する可能性もあります。へぇ。シンプルな操作でストーリーを楽しむモード、難易度も低めに設定され、キャラクターが死亡しにくくなります。二つしかないんかい。 本当に、極端だなぁ。まあこれ、まあ発売日は結構前なんだけど、まあその時俺も実況やってなかったから、実況やってなくて、で、ちょっと攻撃系のゲームちょっとまたやってみたいなと思って、なんていうの、アクション少なめのゲームをやってみたいなと思って、だったらデトロイトでしょみたいな。やっぱあんだけ話題になってたし、神ゲーみたいに言われてたから。さて、操作だから、どうしよっかな。操作が複雑になるが、没入感高いモード。難易度も高く、失敗をすれば、キャラクターが死亡。ストーリーを楽しむ。没入感とストーリーどっち取ればいいんや。どうしよう。キャラクターが死亡。いやー、どうだろうな。シンプルな操作。あ、だからそう、没入感そういうことか。だから、操作が複雑ってことは、その、なんていうの、切羽詰まった場面での、この、なんていうの、緊張感が高まるんだな。いやー、でも俺今回カジュアルでいいかな。うん、これアクション求めてないから、このゲームに。ごめんけど。はい。このアイコンの表示中は本体の電源を切らないでください。了解っす。それでは早速始めましょう。マジっすか。ちょ、タ忘イトルれ画ない面。で。はい、なんすか。これは私たちの物語。はい。そしてあなたたちの未来。まあね、これもともとこのゲームっていうのは確かね、まあ皆さんもう見てるかわかんないけど、なんだっけ、AI。アンドロイドか。アンドロイドが世界にいっぱいいる未来なんだよね。アンドロイド書いてるね。画質いいよね、やっぱ。その遊びなんだ、その遊びは。その遊びは何や、なんだ、その遊びは。楽しいか、それ。楽しいか、それ。おい。でもね、ちょっと見たんだよね、他の人の動画で、実は。最初の方はちょっと見たんだよね。だから、左スティックで言おう。うわ、そっか。こういう視点だったっけ？やばいな。カメラはあんまりあれなのか、自由に使えないのか。助何？けてください。待ってください、俺。まだチュートリア中なんですって。まさかアンドロイドを。さあ、奥さん、いや、行きましょう。そんなのダメよ。待って、やめて。交渉は本物の人間に頼んで。奥さん、危ないですよ。さあ、アクション。手に取る。右スティック。むずっ。右スティックってむずっ。やばいんだけど。何？ジョン・フィリップス。生年月日1999年12月17日、デトロイシーパークアベニュー1554、あ、1554か、住所か、在住。え、写真リアルなんだけど、今以外リアルじゃない？なんか、今本物かな、これ。キャロライン・フィリップス、生年月日2001年5月23日、デトロイシーパークアベニュー1554、まあ、住所は一緒だな。2028年9月2日。右スティックの操作、これさ、ちゃんと感度高いんかな？これ感度微妙だったら、すごいなんか。周りの名護市に任務を確認する。アラン隊長を探す。任務状況と行動が表示される。これカメラはあんまり自由に使えないのかな？なんか、やっぱ R スティックは基本的にあれじゃん、操作の、なんていうの、要になってるからさ、あんまりカメラで使えないかな？なんか結構戻されるもんね。何？まずアラン隊長と話す。ああ、戻された。
戻されたね。失敗したね。隊長？隊長あっちか。失礼します。隊長、どうですか進捗状況は。隊長、こんにちは。隊長。アラン隊長、私はコナー、サイバーライフのアンドロイドです。うん。おい、結んじゃねえよ、おい。制御不能だ。なんだこれは、おい。俺の部下もすでに2人やられた。だが奴を撃てば、バルコニーから落ちて、娘も道連れだ。あ、説明してたのだ。ごめん。説明してたんだ。変異体の名前、変異体の挙動、精神的、いや、知らない言葉多いな。知らない言葉が多すぎる。彼の名前は？さあ、知らないな。どうでもいいだろう。バカ野郎、お前。には情報が必要です。そうだぞ。挙動。様子がおかしかったという報告はありましたか？いいか。うん。子供を救うことだけ考える。お前があのアンドロイドを止められなきゃ、うん、俺が始末をつける。バカ野郎、お前。交渉だぞ、お前、これは、おい。時間無駄にするな。成功率 48%。 何これ。え、手段、現場の状況を確認する。いや、おいおいおい、何これ。あ、人質を探す。え、何これ。もうちょっとさ、説明少なくないですか。もうちょっとさ、ちょうど、あ、ごめん、何、あ、銃だ。分析する手ばかり。ん、これ難しい。操作難しい。え、何これ。三角越したいもん。直して分析。え、難しい。やだん。ここ操作むずいよ。ブラックホーク再現。ああ、ああ、まずは銃取り、取らない、持つ。違う、今日もう戻ってんのかこれ。銃を、あ、おこ、ん、何これ、何これ。変態は血の銃を使った。あ、銃を取りの、ん、銃を取りました、置きました、あ、取りますと。あ、なるほど、そういうことね。オッケー。え、これめちゃくちゃ難しくない？大丈夫かな。あ、成功率 51%。 情報発見なって。現場の状況を確認する。まだあんのか他に。現場の状況でもある程度出んのかな、その調査すべき場所は。あ、ありますね、いっぱいあるね。ちょ、どうしようか。じゃあこっちから、ちょっと待って、これ大丈夫、これ行って大丈夫、これ見る。バスルームか、綺麗だね。ん、何これ、バスルーム見ただけ。バスルーム見ただけとかあるか、お前、おい。あ、ちょっとあれ見ようぜ。お、誰か亡くなってますね、これ。おいおいおい、分析。デドル地区の警官が大事を落としただった。あ、これで移動して、右スティック移動慣れんな、左スティック、これで分析と。死亡、アントニー・デッカート巡査、身長 176.8cm、 体重 77.3kg、 死亡推定時刻8時3分午後。あ、右スティック操作か。オッケーオッケー。あ、銃撃たれてますね、これ撃たれてるね。これは戦った後か。発砲の痕跡。あー、なるほど。ん、これは撃ったってことか。警官が再現しよう。撃たれました、撃たれたよ、撃たれたよ。立ち上がれ、いけ、立ち上がれ。あ、ちょっと待って、分析できない。あ、ちょ、右スティックカメラを動かす。はあ、あ、いるじゃん。ああ、警官。何これ。あ、分析できる。人質は発砲を目撃した。ああ、女の子か。変異体は警官に撃たれた。ああ、撃たれた後にあれか。おい、止まれ、そこのやつ止まれ。あ、でも最初にあるな、最初にあるな。ちょっと待って、ごめん、最初にあるわ。分析すべき場所か。ここで探せ。
探せ探せ。あ、あそこにある武器が。武器を発見。で、これで再現完了が。だから、ごめんね、ゆっくりやって、なんか。楽しんでっから、このゲーム。おい、そこです、止まれ。おい、止まれ。うるせえね、おい。っていうやつか。オッケーオッケーオッケー。確認できた。これ大丈夫だ。これだいぶ強い手がかりだわ、俺は。お、成功率上がってんね。これで、頼みて。結構あるな、操作できる場所。お、また一人、犠牲者が。ごめん、今ちょっと分析してるからごめん。出して大丈夫なのかとか、時間とか大丈夫なのかな、これ。ジョン・フィリップ、これすぐ切れる、何なのこれ。ちょっとやめてよ、楽しみたいんだから。ジョン・フィリップス、これもリアルだな。183cm、84.9kg、死亡推定時刻午後7時29分。これか。あ、血出てますね。撃たれてますね、これ。撃たれてるね。オッケーオッケー。で、あ、これも撃たれてるのか。撃たれてるね。結構撃たれてるなってか、お前。あ、パパか。パパか。パパなのか。パパ、パパだな、これ。まず来たんだ、いきなり。いきなりこいつが来て。来たんじゃないか、これ。雇われてた、アンドグルードか。パパが、パパが何か持っていた。何かを持っていた。逆再生して新しい手がかり探す。いや、してるよ。何か持ってる、パパ。パパ、なんかタブレット持ってんね。で、これで。おい、親父。あ、なんだ。おい、お前。それ、銃じゃないか。おい。ダーン。あ、ここら辺か？ここどこだ？あ、あるね。なにこれ？なにこれ？ん？なにこれ、なにこれ？あれ、なによ？コナー。あ、なによ、あれ。あ、それで見つけたんだ、なんか。新しく。これか。これ、一回戻さないとダメなんだ。フェインターがか、あー、なるほど、買い替えられる予定だった。それ見ちゃったんだ、お、あれが、アンドロイドが。役に立ちそうな会話また、あ、なに、なに、あ、上にいるんだ。ちょ、待って、俺まだ操作してないから、ちょっと待って。いっぱいあるんだけど、なにこれ。現場の状況を調べる。人質の部屋を調べる。ごめんごめんごめん、俺探して、ちょっとごめん。これ時間とかある？大丈夫？これ。あ、あっちある。ごめん、時間とかある？ねえ、みんな教えて。ねえ、時間ある？ねえ、俺走んないんだけど、こいつやる気ないんだけど。いっぱいある。いっぱい。何これ、もうコナー頑張って。コナー、コナー、ああ、この距離でもういけるんだ。オッケーオッケー。めっちゃ開いてんな、なんか。ね、YouTube。 わあ、すげえ薄っ。あ、変異体の名前ダニエル。いいじゃん。ごめん、なんかいいじゃんしか言えなくてごめん。開く。あ、音楽だ。結構激しいね。娘には銃声が聞こえなかった。あー、もう娘やってんの、娘。これ人質の部屋じゃないの。あ、もう調べ終わったかな。これで人でも人質、あ、操作完了だ。現場の状況確認する。オッケーオッケー。時間を無駄にするな。時間を無駄にするじゃねえよ、おい。いや違う、時間を無駄にするな。上がってんのか。怖い怖い怖い。やめてやめてやめて、怖いからやめて。みんなやめよう。争うな、争うな、皆の者。失礼するぞ。あ、俺操作終わってない。失礼するぞ。ちょっと待って、見た方がいい、見た方がいいのこれ。ちょっと待って、見た方がいい、よかったこれ。ミュートだってさ、音出したら危ないでしょ、普通に考えて。消す、消さないとね、ちゃんとこれ。一家夕食を取るとこだった。
人質を探す。でもこれもうさ、なくない？あ、こっちか、下あるね、なんか。何これ？銃だ。手に取る。これなんか出てたね、今。あー、緊急用のね。実行可能な攻撃、見る。お、すげえ。見た？見た今。ねえ。見てなくない今。さて、皆の者、始めようか。待って、ここにあるぞ。血が。ペロ。舐めた。本当に舐めた。鮮度高いブルーブラッド。ピエール600型シリアル番号。ああ。型番分かったね。PL って言ったらもう PL 学園しか出てこないんだけど。これで。100% 行きたいな、情報発見。100% 行きたいな。さあさあ処分せよ。子供サイズの靴。人質が負傷した可能性。まずいな。で、これもう終わりじゃない？見る。あ、ほんとだ。見たね。え、どうしよう。なくない？だってあった？てかさ、これ走れないんだけど。走ってくれ。もう80、これ 100% ならんの？俺操作ミスってんのかな。え、悔しい。これ時間無駄にするな。なんか悔しいんだけど。ちょっと待って。悔しい。ごめん、頑張って、みんな。ないよね、でも多分。ちょ、ま、行くか。おい、止まれ。名前ダニエルだっけ？名前ダニエルだっけ？ごめん。止まれ、ダニエル。おい。おぉ、出るね、血。近づいたら飛び降りるぞ。ああ、もうギリギリじゃん、お前。ギリギリでもいつも来ていたからよ。いや、これでも撃たれたらまずいぞ。名前。やあ、ダニエル。なぜ僕はコナーだ。おい、コナーだ。調べた。いろいろ知っているよ。タブレットで見た、タブレットで。君を助けに来たんだ。おう。兵隊がどうよ、お前。バカバカバカ。ヘリコプター来るなって、おい。ちょっと待って。ちょっと待って、これ。なんかあったよね。ないの？時を止まれ。人質確認、変異体の信用を得る。ゆっくり近づく。あー、どうしよう。まあ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 、穏やかにしよう。怒っているんだろう、ダニエル。ダニエル、だけど僕を信じて、君を助けたいんだ。助けなきゃいけない。一人死んでるってこと、俺。俺はただ、もう終わらせたいだけだ。そうそう、安定安定。バカ野郎。まだお前にはさ、アンドロイドさん人生があるんだよ。持ってないよ、俺は。丸腰だ。当たり前だろ。嘘じゃない。持ってるんだ。持ってない。ダニエル、嘘じゃない。信じてくれ。ああ、嘘じゃない。僕は丸腰だ。たまたま拾っただけだ、俺は。拾いたくなかった、別に。エマと君、エマとは仲が良かったんだろう。うん。君は裏切られたと思ったんだろうけど、それは違う。嘘をついてたんだ。違うんだ、今は悪くない。思ってた。ああ、だけど違う。この子も他のやつだと同じなんだ。違う、エマは違う。原因、でも空いてるよね。ロック解除されてるやつがいいよね。原因、買い替えられると知って君はショックを受けた。俺ははっきり言うぞ。なあ、そうなんだろう。ああ、家族の一員だと思ってた。まあそうだよな。わかるよ、お前の気持ちも。わかるよ。親に捨てられるのと一緒なんだよな。気持ちはわかる。わかるよ。君は何も悪くない。何は悪くない、お前は。君が感じているその感情は、そういうのやめろよ、そういうのは。現実的だな。俺のせいじゃない。お前のせいじゃない。こんなはずじゃ。当たり前だろ。愛してたんだ。なのに。また家族の一員としてやろうぜ。彼らにとって俺は。バカ野郎。違う。じゃあ家政婦はどうなるんだ、お前は。あ
の音おかしくなりそうだ。うるせえもんな。どこかにやってくれ。ああ、どっか行ってくれ。頼む。お前、コナーすげえ権限あるな。お前、結構偉いやつやん。いなくなったぞ。おい。信じろ。信じろ。ダニエル、僕を信じてくれ。約束だ、人質を解放する。当たり前だろ。君を傷つけたりしない。全員引き上げさせろ。それと車を用意しろ。いやー、解放してやる。あ、でもロック解除されてねえわ。いやー、見ろ。ダニエル、それはできない。解放すれば君を撃たないと約束するよ。ああ、これ L1 何これ、 L1 何これ、何これ。死ぬのは嫌だ。真実、真実って何。真実、人間を殺したんだ。もう廃棄は免れないだろう。もう一人殺したところでそれは同じだ。違う、ごめんで、ごめんで。ずっと命令を聞くだけの毎日だった。今度は俺が決める番だ。やばい、間に合え、ごめんって。ちょっと待って、コナー、おい、ちょっとコナー、おい、コナー、生きてるか、おい、コナー、おい、やめろ、コナー、おい、コナー、ごめんって、コナー、おい。え、ってか、安心させるとかダメじゃないあれ、コナー、ミッション成功、ソフトウェアの異常、コナー。いや、でも俺は女の子をつけたのか。俺はこれ俺生きてんの。これまさかゲームオーバーとかある。ちょっと待ってよ。ああ、なるほど。はい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 。フローチャートね。オッケー。エマを救うためにコーナーが落下した。でもこれって骸骨マークついてるんですけど、ちょっとやばくないですか。骸骨マークがまずくないですか。全世界を選択。36%。 あれ。あ、真実伝える 8%?は？みんな、え？みんな？アイコン判例。あ、え？死んだんだけど、コナー。え？ちょっと待ってよ。やり直していいかな？じゃあ、ちょっと待って。何？サバイバーライフ。いや、このゲームあれなんだよ。途中で死んだら、もうそのキャラのストーリーなくなんだよ。それぐらい知ってんだよ。トップクラスの家事アンドロイドですよ。レシピの種類はなんと1万。ほら、ゾーイ、行くわよ。支援は200種類。じゃあやり直していいかな。お子様の宿題を見ることができるんです。あいつが？あなたすごいと思わない？あいつ？楽しかったのよ。それで、ちょっと、やり直していい。ちょっとやり直していいかな。7999ドルでお買い求めいただけるんですよ。しかも家のことならどんなことでも任せられますよ。ペンキ塗り、配管、庭仕事、修理。まあでも男の方が良くないか。でもではあちらでオーダーの手続き。ちょっとやり直していい。ちょっとやり直していいかな。ちょっとまだこれコナー殺したくないんだけど。さあ、どうぞこちらへ。長いな、説明が。いかがです？お前、おい。整備にちょっとばかり手こずりましたけどね。かなりひどい状態でしたよ。何があったんですか？引かれたんだよ。引かれた。事故さ。ああ、なるほど。ともかく、もう新品同然ですよ。ただリセットしたので、メモリがすべて消去されました。大丈夫ですか？問題ない。よかった。
ここに置くの修理したやつここに置かんだろう。 AX400 名前の登録を。うん、カーラ、カーラ、私はカーラ。いや俺コナー終わってないこれ。ちょっと待って、あれ今くんのオープニング、えどういうこと、ええ、くちょっと待ってこれちょっとこのコナーやり直していいっすか。ちょっとまあ俺やっぱできるだけ長くさ、これさ中盤とか終盤にかけて死ぬ分には構わんけどさ、序盤で死ぬのはちょっと序盤で死ぬのはささすがにちょっとねえ、序盤で死ぬのはちょっとごめん、勝手にカーラ入っちゃったけど、ストーリーがもうやり直させてくださいお願いします。てかこれコーナーのとこでカットしてつなげたいな、もはややばいっすね。次回またコーナーからやるかもしんねえ。とりあえずまああれだから、オープニングだから終わるまで待つか。ゲームデザインか、逆にオープニングで紹介するんだね、ゲームデザインとかさ、そっち系を、オーディオとかミュージックとか。すげえリアルなんだけど。ひー、アンドロイド。街の景色がボロいなぁ、めちゃくちゃボロいじゃん。お、いた、デイビッド・ケージわかんなやべえ、頭ありのバレるわ。これ右が回ってるときは消しちゃダメなんだよね。あ、出た、もう一人の主人公だ。それは知ってんだよ、主人公3人は知ってる。俺コナンもうちょっとやりたいって、ごめんって。じゃあやり直していいかな途中でチャプターベリーどうしよう、ごめん、これ一旦ここで切っていいかな、セーブできるかな。フローチャートオプションセーブできる、セーブってどうやってやんの、これでセーブ。あ、でもあれか、右上でぐるぐるしてるときはゲーム消さないでって言われたからオートセーブか。じゃあどうしようか、じゃあごめん、ここで一回切るわ時間も時間だから。で次回またコナーからやり直すわ、ごめん、こいつは謝る代わりにごめんみんな。じゃあとりあえずじゃあ今回は終わります。じゃあ、あざした。